午前配達ヤマトもう17時、これ5回目全部仕分けミス、さすがに切れそういうトピの動画です。今日紹介するのはこちら SH フィギュアーツ真骨頂製法CLAWsサソリでございます。はい、仮面ライダーというよりはオプションパーツというか武器セットというかサソリでございますけども、これが真骨頂にはなりましたね。別売りのバース持ってないと楽しめないアイテムでございますけども、まあこれを買う時点でバースは持てるでしょうということで開けていきましょうか。まあなかなかのボリュームというかギミック数にはなりそうですけども、サソリがアーツ化されるのは今回が2度目だったよね。前のアーツも持ってましたけども、どこにやったかな。はい、詰まっておりますね。いろいろ細かいパーツもついてるよと。いやでもよくここまで真骨頂化したよなって感じがしますけども、すごいなあ。もうサソリ形態なんだな。なんか生温かい、やっぱりね、猛暑の猛暑ですからね、もう箱の中身も温かいですよ。で他のパーツもいろいろありますけども、一応サソリ形態で細かく見ていきましょうか。はい、ということでサソリ本体はこんな感じでございますとしっかりね塗装もされているので、シルバーの光沢感とかも綺麗ですね。造形も良好じゃないでしょうかね。いやよかったね。前のアーツ版がねめちゃくちゃ成型色でね、すごいね不評だったので、さすがにねやっぱり今回真骨頂ということでこの辺はしっかり作ってきておりますよと。ね、見事にサソリでございます。うまく考えたもんですよね。こういうイエローのラインも通っております。結構大きさもあってね、まあ、リアルなサソリがどんなもんか知らないですけども、まあでもリアルなサソリぐらいはあるんじゃないかっていうぐらいねでかいでございますね。この状態でギミックが何本あるんだって話ですけども、尻尾がね軸が2箇所あるので前後を動かすことができますよと。でハサミも動くし、ショベルアームのここの指も動きますよということで、まあ多少の可動ギミックは備えられておりますかね。いやよかった。しっかりクオリティ高くね再現してくれましたね。ほんと何年越し、10年越しぐらいのねこのシルバー塗装ですからね、これするのにそんな時間かかるとは思わなかったよ。真骨頂製法の仮面ライダーバースと並べてみるとこのぐらいのサイズ感でございます。まあサソリがぺったんこだからね、あんまり横に並べてもって感じがしますけども、まあこんな感じで武器同士は合体してねサソリになるわけですよ。ちょっと昔のスーパー戦隊の武器とかこういうのありましたよね。いやいいですね。正直あんまりサソリってそんな劇中出てきてないし、なんかバースと一緒に戦うとかそういうイメージもないので、バースの武器なのにみたいなねところがあるんですよね。どちらかというとオーズのシャウタとかがね一緒に戦っていた印象はありますね。雑シャウタ絡ませでございます。パッケージの裏だとジェットスキーみたいな感じでねサソリにうなぎね絡みつけて滑ってるシャウタがありましたけども、まあそんなのねフィギュアでは難しいので乗せてるだけでございます。これでもかっこいい気がするんだよね。なんで水上を走れるのかよくわからないですけども、でもかっこいい気がする。こういう活躍はぜひ見てみたかったな。だからこれは別にバースでもいけるわけですからね。いやどちらかというとやっぱこういうのが見たかったのかな。ちゃんとバースとね絡ませてほしかったところはありますよね。まあ登場回数もそんなに多くはないですし、どちらかというとバースでの方が目立っていた印象はあるんですけどね、いろいろ活用してほしかったなというね惜しい記憶しかないです。サソリの付属品にはこのミルク缶が付属しております。バースといえばこれですよね。バースというか伊達さんといえばこれな印象がありますよね。メタリックというよりはどちらかというとマットに近いような塗装がされております。造形自体はかなり良さげだね。で、この革のベルトはちょっと柔らかめな軟質っていう感じかな。で、蓋は開けることはできるようになっておりますと。中身は漆黒ですね。メダルぐらい入れて欲しかった。ミルク缶をやろうと思えばこんな感じでバースに背負わせることもできますと。まあ、変身後はそんなに背負ってるイメージはないんですけども、ちょっと伊達さんっぽくなってこれはいいですね。もう後藤ちゃん味が薄れていく感じがね非常にかわいそうですけども、果たしてプロトバース出るんでしょうかね。まあちょっとマーキング変えるだけで出せるものではあるんですけども、いやぜひとも出してほしいですね。でバース X も真骨頂化頼みますよ。オーズはぜひとも全部揃えてほしい。じゃあ次はどちらかというとこっちの方がメインであろうサソリを分解してバースに各武装をね装着してみようかなと思います。まあちょっとねバースもね関節を外したりするようなところがやっぱりあったので、そこら辺は怖いですけども頑張っていきます。まずサソリをね解体していきますよと。まあこの辺は感覚的にできそうな気もするけども、はい外す。どうやって外す？怖いね。どうして？あ、なるほどね。あ、ごめんなさい。ロックかかってるんですね。このね、蓋みたいなパーツがね、ロックのね、代わりをしていたみたいですね。こんな感じでね。いや、壊れる前に気づいてよかったよ。説明書はちゃんと見るもんですね。あとは、このキャタピラを外して、この尻尾も外し、はい、全部分解できましたねと。まあ、これでバースの各部装が出来上がりますけども、いろいろパーツ交換がまだあったりするので、それはね、一個一個見ていこうかなと思います。まずは、一番最初に手に取ったカッターウィングからやっていきます。カッターウィングは、まずバース本体のこの背中のね、アーマーをね、外すんですが、どうやって外すんでしょうかと、取っかかりがあんまりないので、非常に怖いですねと。あ、外れた。今どうやって外したのかわかんないですけども。で、このカプセルも外してあげます。で、付属のカッターウィング用のこの突起のパーツですね。これをこっちかな。接続してアーマーを戻すと。これで準備完了。あとはカッターウィングを接続してあげると。ごと取れるのかい。で、ウィングを広げてあげれば、これでバースのカッターウィングの装着が完了しましたね。結構ゆるいな。なんかしっかりはまらないというか、これがもう奥って感じがするね。なるほどね。これでバースの飛行形態がね、楽しめるわけですねと。カッターウィングね、非常にシンプルなね、デザインの見た目でございますけども、いや、これやっぱり飛行ができるからバースの遊びの幅広がって楽しいんじゃねえでしょうかね。じゃあ次はキャタピラレッグにしていきます。キャタピラレッグにするには、まずバースの足を取りますと、膝より下のパーツが外れますと。勝手、相変わらずの怖さですよね。こっちも外します。マジで気をつけてね。で、付属品の中にこういうキャタピラレッグ用のね、足のパーツが付属するので、これをこっちか、接続しますと。はいはい、これでバース側の準備は完了ですね。で、キャタピラレッグちゃんは、まあ、このまんまでもいけなくはなさそうですけども、ここのね、接続の穴が見えちゃってるんで、これを塞ぐためのパーツがね、付属しております。こういうパーツですね。これをつけてあげて、一応これで準備完了かな。で、この膝のね、このね、パーツを一回外してあげて、で、穴の形状が決まってるので、それに合わせて足をはめ込んであげますと。で、この膝のパーツを戻すことでロックがかかるわけですね。これでね、外れなくなるんですよ。これうまく考えられてますね。この穴があるじゃないですか、膝のパーツに。このカバーの膝のパーツにこの軸があるので、こうやってね、差し込むことでね、ロックされるんですよね。ここにはまって、これすごいよね。なのでポロポロ取れることもなく遊ぶことができるわけですよね。これは結構感心しましたね。これでキャタピラレッグを装着したバースが完成しましたと。確実に機動力は落ちそうですけども、進んでいく力はあるんじゃないかなと思います。まあ、ポロポロね、取れることはないんですが、設置性はね、そんなにないので、あんまりね、なんか簡単に立ってはくれなかったですね。まあ、その辺はもうデザインの問題なので致し方ないですが、あとキャタピラの感じもこんな感じですね。一応ここがね、分割されてるので、多少ね、左右に動かすことはできるんですが、まあ本当に多少なので、そんなに期待するほど動くことはないですね。まあでも取れることがないっていうのは非常に嬉しい。じゃあお次、ショベルアームをつけていきます。ショベルアームは左腕ですね。まずはこの腕を取りますと、一生関節取れるとき同じね、リアクションを取っていきたいなと思います。で、付属のね、こういうね、接続のパーツがついているので、これを差し込み、これ違うかな、こっちかな、差し込んであげると、これでバース側の準備完了ですね。で、ショベルアームをこのように差し込んであげて、で、さっき分解するときに見たこの、この蓋のパーツをここにつけてあげると、ロックがかかって、これでショベルアームの装着が完成しましたと。やっぱ腕につく装着物はね、非常にシンプルで分かりやすい武装なのがいいですよね。ショベルアームもしっかりね、ハサミが動きますからね、力強い感じがね、これはいいですね。でかいな、本当にね。で、シルバーの塗装も綺麗ですし、モールドもしっかり入ってるので、見た目かなり良くなってる。さすがこれは真骨頂ですよね。武装まで手は抜かないわけです。じゃあお次はドリルアームつけていきましょう。ドリルアームは右腕ですね。ここを取っていきますよと。これはね、バースのレビューの時にね、一回外したので、ね、取りやすくなってるんですよね。多分ね、一回取ればね、簡単に取れるんだと思います。で、付属のこのね、接続パーツつけてあげて、ドリルアームはサソリから分解した状態だとこんな感じで、クレーンアームとね、一体化してるので、これを外しますと。で、この接続のパーツを外すには、ショベルと同じように、ロックのパーツがあるので、それを取ってあげるわけですが、と、取っかかりがないね。本当に取っかかりがねえのよ。どうしたら取れてくれるのかな君は。マジで取れない。あ、浮いてきた。やっとだよ。いや、取れた。もうちょっと取っかかりなさすぎるのよ。で、この接続のパーツ外してあげて、で、この状態でバースの腕に接続し、このロックのパーツを戻してあげれば、これでドリルアームを装着したバースが完成するわけですねと。手順としてはショベルアームと変わりはないんじゃないかなと思います。ドリルもでかいですね。でもちろんこれは回転させることもできますよと。まあ自動で回転してくれたら嬉しいけどね。まあこの辺りもね、楽しめるギミックなんじゃないでしょうかね。もちろん両手にショベルアーム、ドリルアームっていうのもできるから、武装の組み合わせとかもいろいろ楽しめそうですね。はい、残りは武装2個になりました。頑張っていきましょう。次はクレーンアーム接続していきます。バース本体は右腕はさっきのドリルのパーツつけたまんまで、肩のアーマーを外しますと。はい、硬いですね。はい、取ってあげて、バースの準備は完了で、クレーンアームは一旦ここの接続外し、このパーツを外し、でここの蓋のパーツも外します。結構分解するとこ多いですね。で、このクレーンアームのパーツをバースの肩にはめてあげるわけですが、これが一番ね、細かい作業ですね。ボールジョイントにうまくはまってくれればいけるはず。はい、はまってくれましたと。で、あとはさっき外したこの側面のパーツをまず戻してあげて、で、上のパーツはサソリ用の軸がないこの専用のパーツに差し替えます。サソリ用のやつはこんな感じで軸がついてますからね、それがないものとなっておりますと。はい、間違えましたね。側面のパーツも軸がない差し替えのパーツがありましたと。これ軸あり軸なしですね。これも間違いないようにしないとですね。そんでクレーンアームの側面のパーツを、ここがまたロックみたいなパーツになってるので、これを外してあげて、腕に装着と。ちょっとこの辺は狭いですね。で、多分いけると思うので、このまんまロックのパーツを戻してあげると。で、装着は完了しました。で、お待ちかねのクレーンの先っぽをこうやってつけてあげれば、メダルガッポガッポできるクレーンアーム装着したバースが完成します。これ一番僕はイメージありますね。磁石になってましたよね、確かね、先端がね。それでセルメダルをめっちゃガッポガッポ持っていったイメージがあります。で、そのガッポガッポができる差し替えパーツとして、ここの先っぽ外して、これですね、紐のね、この伸びた状態のクレーンのパーツがあるので、これをつけてあげれば、こういう感じでクレーンをね、伸ばした状態のバースが楽しめるわけですね。まあでも本当に紐でふにゃふにゃなので、ちょっとアクションは厳しいですね。だからなんかミルク缶とかにこうやってポンって入れてあげれば、なんか回収した感が出るんじゃないですかね。まあ遊び方はいろいろあるとは思いますけども、こういうパーツもついてきますよということです。じゃあ最後の武装、ブレストキャノンをつけていきましょう。ここまで来ましたね。ブレストキャノンはですね、まずバースの胸のパーツ外しますと。で、このカプセルのパーツも押せば外せるので外しておきます。で、付属のこういう突起がついたカプセルのパーツがあるので、これを入れてあげますと。もう汗だくよ、本当に。パーツを戻してあげると。これで首ビンビンなバースができました。これでバースの準備完了。で、ブレストキャノンの方はサソリ状態の接続の突起がついたいろいろなパーツがあるので、これを交換してあげます。これも、ここも、ここも全部取ってあげますと。で、この太い棒をつけて、左右の持ち手の部分もつけてあげれば、ブレストキャノン準備完了だね。で、こうやって、で、砲台を前に向けて、バース本体に接続して上げれば、これでブレストキャノン装着した仮面ライダーバースが完成します。一番やっぱりインパクトのあるね、武器だと思いますし、使用頻度も高かったんじゃないですかね。プロトバースがね、使えるっていうのもありましたからね。いや、このあたりも非常に大きくてかっこいいんじゃないですかね。破壊力めちゃくちゃありそう。まあそんなに重たくもないので、自立もしてくれますし、しっかりね、持ち手のところを持ってくれるので、劇中のブレストキャノン再現できますよと、やったね。これで一連のね、バースの武装の装着は完了でございます。ここまで来たら最後はあれですね。もうバババってやっていきます。ハッピーバースデー。これで SH フィギュアと真骨頂製法が仮面ライダーバースのバースデーが完成しましたと。いやーね、細かいパーツをいろいろ付け替えてね、これができるわけですよね。まあ一部緩いところもありながら、一部がっちりついているところもあるので、まあなんとも言えないですけども、アクションはね、できるんじゃないかなと思いますね。アクションもクソもね、ないようなね、見た目してるので、なかなか動かしづらいところではありますけども、やっぱね、ウィングがね、ちょっとアーマーごとね、取れるので、ここがね、ネックかな。まあどちらかというと重さに負けてる感じがしますけども、どうせなら目光らせたいね。はい、目光らせるとそれっぽくなるんじゃないでしょうかと。劇中バースの最強形態みたいなところありましたからね。で、クレーンアームの先端にこのドリルアームもつけることができるんですが、それもやってみましょうか。というか、元々の状態それでしたけどね。こんな感じで、接続軸を戻してあげた状態でやれば、こんな感じで、ドリルアームも接続状態ができます。これでフル装備ですね。いや、かっこいいな、やっぱりね。色もちゃんとしてるからね。ほんと、念願かなってのバースデーのフィギュアーツといった感じじゃないでしょうかとね。全体的なバランスとかもしっかりしてるんじゃないでしょうかね。かなり劇中イメージ近いと思います。嬉しいね。ということで、動画としてはあっさりしてるかもしれないですけども、SH フィギュアと真骨頂製法CLAWsサソリをね、細かく見ていきましたと。ギミックに関してはもう予想通りもうふんだんにありますね。めちゃくちゃガチャガチャと遊んだ感じがしますし、意外と複雑にパーツが付属する割には一回やれば覚えられるぐらいにはそんなに難しくはないのかなと思いましたと。まあただね、全体的に取れやすい部分、特にカッターウィング周りはね、かなりポロポロしますね。ここはね、ストレスだと思います。それ以外のところ、特にキャタピラレックとかクレーンアーム、ショベルアーム、ドリルアームあたりはロックがかかるので、取れることはないのかなと思います。ブレストキャノンはね、たまに取れますね。とにかくカッターウィングだけはどうしてもポロポロしちゃうので、そこだけが非常にもったいないですね。全体的なクオリティは高いですし、シルバーの塗装も綺麗なので、見た目的な意味では非常に十分満足しましたね。いやね、念願かなってね、この塗装のね、サソリが来てくれたのは嬉しいところですよ。今後プロトバースが発売して、バース X が出てね、ちゃんとバース関係と真骨頂が揃ってくれるのかというところもね、注目なんじゃないでしょうかね。マジで頼むぜバンスピー。ということで、僕のチャンネルではこれ以外にも仮面ライダー系のフィギュアのレビューをしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではゆとびでした。ありがとうございます。